ストレッチの金子だ、金子でございます。今日はコラボ企画ということで名古屋から来ていただきました。本庄舞さんです。イエーイ。自己紹介をどうぞ。はじめまして、本庄舞です。はい。主に名古屋を拠点にピアニストだったりモデルタレントとして活動してます。よろしくお願いします。はい、今日はじゃあこの本庄さんのどんな悩みを今日は金子が解消するかということで、お悩みありますか？一番大きなそのピアノ弾いてて思うことは、体の重みをいかに指先まで伝えるか、体の全部を使って音を出したいんですよ。なるほど。次にですね、私どうしてもトリルが苦手。誰がトリル知ってるんだって話ですよね。誰も知りませんわ、そんなもん。そういう技の名前みたいなものですね。はい、2個の音をダダ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 っていうのをいろんな意味があります。あ、なるほど。2個の音でとりあえず繰り返し弾くというか、はいはいはい、そういうのをめちゃくちゃ早く弾くんですよ。トゥルルルっていう感じで、それが結構苦手です。それを早くしたい。そう、それを早くしたい。なんてマニアックな質問なんでしょうか。あともう1個ぐらい聞いて、3つ以上聞いてみましょうか。はい、3つ目。あと2個あるんですけど。2個はじゃあ全部言ってもらえない。はい、言ってよ。1個が首のシワ。映んないけど、ね、まあ、横にこうやってシワがあるんですよね。あ、本当ですね。あ、なるほどね。これ結構悩みです。じゃあ、4つ目は何ですか？これ大きな悩みです。真ん中、はい、気づいたらこうなんですよね。もしかしたらですよ、もしかしたらこの服がカーテンみたいじゃないですかね。これこれカーテンみたいですよね。これこれうちの実家のカーテンと一緒ですよ、これ。ひどい。なるほどね。巻き込み型、気がついたら肩が前に行っちゃってるみたいな感じか。そうですね。質問をまとめると、1、鍵盤にかかる体重がかかるってことね。2、これが早く動けるってことね。これなんですか？トリルが早く動く。3、首のシワ。4、巻き込み型。じゃあこれを金子正が解消したいと思います。ストレッチは科学でございます。これもみんなもやってみて。これね、輪っかにしてみて、これを腕を引くようにしてこの辺で肘を持ってきてください。そう、OK。ここに力が入ってるんじゃない？二頭筋、二頭筋、これ力ぐっと入れて、入れながら止めてる。そういうことですね。入れながら止めて、入れながら止めながら、この輪っかを取れないようにするからね。みんな見てて。三、二、一。上げて。曲げる方に力を入れながら、これって力が入らないんです。入りません。入らないですよね。入りにくい。取れちゃうんですね、これ。はい、じゃあこの今度は逆で輪っかにして押してみて。押しました。今さっきまでこっち力入ったけど、今はこっちの三頭筋裏に力が入ってるんですね。裏に力が入ってる状態だと取れなくなるんですよ、これ。取れなくなるんですよ。いや、本当にっていう感じで、実は人間って伸ばす力が指に立つと指が強くなるんですよ。だから曲がってると指は上げることができても下げることができなくなるんですよ。っていうのがあるので、座ってる姿勢で決まりますけど、座ってみましょうかね。指離らないようにしてもらっていいですか？あ、まあまあまあ、あ、まあまあまあ、でも今思いっきりここから先に力入ってるの分かりますね。分かりますよね。これをそんなに手に力入れていないのに指の力が強くなったら面白いですよね。はい、なので一回吐いて胸張って吸ってもらいます。鼻で吸います。1、2、3、4、5。もう一回いきましょう。吐いて2、3、4、5。これを繰り返すんだね。一回息止めててね。気持ち拳1個分ぐらい椅子を前にしてください。この状態でさっきと比べます。鼻で吸ってで、ゆっくり入っていいですよ。力止めといて、いただいて、そうですね。そうするとこうなるってことです。取れないでしょ？この感じですね。この感じで、この感じで、動きがさっきより強くなっちゃうんですね。指が。なったでしょ、今。その感じなんです。で、姿勢もさっきより体が伸びてる感じなんです。そうですね。人間って押すときって必ず押す前に吸います。で、行くときは入っていいんですけど、なので一回吸ってから引き上げる。体が立ってるんで近くに行きたくなって指に体重が乗ります。なあ、なりますなります。次2個目こです。でも早い、これ以上早くなるんですね。全然遅いです。そうなんです。はい、またドルーッ、なるほど。動かないです。この指の動きをさあどうするかだと、手のひら側に意識を持っていくと早く動けるはずなんですね。なのでトレーニング的にはこうします。そうですね、この動きに、うん、
関する筋肉って中腰筋って筋肉1個しかないんですよ。そうするとここら辺使えません？はい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 、3、これ5回やる4、5、OK、で力リラックス、リラックスしてみてちょっと違うはずなんですよね。ちょっと動きません？うん、動きますよね。わかりますわかります。指の筋肉ってね結構細かいので、ちょっと刺激を入れるだけで筋肉を増やすんじゃなくて、運動単位って言うんですけど、脳の命令が何度も言ってしまえば迅速に動くんですよ。まあビオレットより分かると思うんですけど、つなげる、そう脳の神経のトレーニングみたいなもんだね、指は。はいはい。っていう感じなので、早く動かしたいときにはこのようなトレーニング。ただこの動きって普段あんま使わないんですよ。しないですね。しないんですよ。こう第一感こういうのはやるんだけど、こうはしないじゃないですか。いいですね。はい。はい。クリア。2問目クリア。Stay with me。次3問目。首のシワ。首のシワ。優しくお願いしますね。優しくですよ。見ては皆さん見てわかるんですけど、肩がここで耳がここなんですよ。だからこことここでちょっと差があるんですよ。ちょっとこっち側が後ろに来てて、これから前にあるんですよ。ここ第7頸椎、ここ第2頸椎、人間の首っていうのは第2頸椎で支えるという方が有効なんですね。なのでここにあるのはこっちって言うんですよ、前さん。こうやって首がこういう感じ聞いてる？はい、私私よ。画面の向こう。違う、そうだね、どっちか分かんないもんね。上向ける、見て、こうやって伸びますよね、ここ、はい、そしたらこのシワなくなると思いますね、うん、はい、でもこの伸びてるのをキープするためには戻した肩がこっから戻したら一緒なんで、こっから戻すんですよ。戻します。さっきと違って肩の上に耳が来てるんですね、これ今という感じ。すごいでしょ、伸びてるでしょ。首のポジションってそこなんですよ。なんか、うん、思い出した気がします。思い出したってどこで前から知ったみたいな。ここにあったんだ。あーね、そこがしっくりくるってことでしょ。そうなんですよ。これ自分でどうしたらいいんですか。普段自分で座った時に上向いてストレッチするじゃないですか、こう、はい、伸びるじゃないですか、はい、伸びたまんまをキープしたいじゃないですか、うん、そしたら自分でここに人差し指さして、そこが屈折点だと思って、そこから顎を引くで、ゆっくり下ろす、うん、ゆっくり力が抜いてくれば。でいいのはこれで鼻で呼吸してみて、ここ触りながら鼻で吸ってみて。筋肉使ってません？うん、使ってます。鼻呼吸弱っ、短い、5秒ぐらい吸わないと筋肉使えないんですよ。ゆっくり、せーの、1、2、3、すぐまんまになっちゃう。吸います、吸って、1、2、3、4、5って、ここ使ってません？ちょっと入って、弱いんですね。本当だ。座ってください。座って。なんでそれ指やばかった？やばってんじゃねえよ。指ぐらい触れや。あ、すごい。こうなるんだ。その呼吸筋が使えると首のシワは弱くなります。残されるのは一回。難しいなぁ。だそれも癖づけですよね、うん、難しいですよね。だからそれ癖づけるためにうちでは通っていただいてます、うん、ゲスの少年。肩がこうやって前に行っちゃうじゃない、腕が内回りしてるんですよ。内旋っていうんですよね。内旋すると腕振ってるとこになるんだ。だからボディービルダーってみんなこうやってません？してますね。一緒なんですよこの人この名古屋から来てちょっと派手な格好してるけど、要はスタイル、ボディビルダーと同じ格好してるんですよ。キャー、恥ずかしいまあ多いんだよね、こうなる人、まあ、多いんですけど、まあ、男性はね、あの筋肉見せない人がこういう風になってる、まあ、格闘家なんかもこうなってる人多いですけど、でも女性はどっちかっていうと逆なんですよ。外旋なんですよ、うん、外旋の方がエレガントだし、デコルトも綺麗にこうやって出るんですね。座ってますよね、そしたら思いっきり外旋するんですけど、これだとこの手どこに行ったらいいか分かんないじゃないですか。なので手をここにしていただいて思いっきり外旋します。はい、で肘を曲げます、ここまで、うん、そしたらこれ外旋したままじゃないですか、はい、ピアノ弾くんだけど、このまま手のひらをひっくり返してください。要は外旋したままなんですよ、はい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 、っていうこと。そうですね、これがこうやったら内旋しちゃうでしょ、うんうんうん、
ていうことなんですね。二の腕の後ろめちゃくちゃ使ってるから、ね、そうそう、そこに使ってるから、ここ使ってるから、そこに組織体液って言うんですけど、要は浮腫、むくみですね、むくみがなくなるんですよ、はいはい、これ実は脂肪じゃないですからね、これ実はあのむくみですから、組織体液なので、これは動かせばすぐ取れます。そうなん、嬉しい動かさなければ、その動きが動かします。そうそうそう、だから立ってる時とかも外に思いっきりねじります、手のひら外、そうそう、そしたら肩はちょっとねじれてますよね、肩はねじれてます。そしたらこの肩にある意識を今度は全肘に持っていっていただいて、この手のひらだけをこっち向けます。で、体操ね、まっすぐでしょ、肩内巻きになってます？いや、ならないです、うん、今だからこっちは外回り、こっちは内回りになってますよね、外回り内回りになって、違う方向にねじれて安定するんです、人間の腕って。すごいです舞さんから質問答えることができましたので、一回これで示させていただきます。次は中級編に行きたいと思います。はい、どうでした、感想はどうですか。いろんなところが正しい位置に戻る感覚をめちゃくちゃ感じました。よかったですね、はあ、さすが金子先生だね。ストレッチは科学だ。はい、OK。